いやー、いい眺めですね。え、そうですか？窓の外から外が見えますよ。それがどうかしたんですか？当たり強くないですか？今回もコラボなんですね。あなたがそう思うならそうなんでしょう。当たり強くないですか？気にするな。窓の外から外が見えますよ。お前それさっきも聞いた。まあ今回もベッド坊主やっていきますよ。はい、皆さんどうも霊夢です。霊夢ですとは言いましたが、霊夢ではないかもしれません。なんだよそれ。いやだって私が霊夢だということは科学的には証明されてませんから。めんどくさい人ですね。それな。いや今気づいたのかよ。認めててくさ。で今回はですね、あの有名な TNT ジャンプを、何としても成功させようという動画になっております。チャットでオーラはナルトって言ってる人いるぞ。ほんとだ。どういう意味なんだろうね。いや TNT ジャンプ無視かよ。いやどうせできないんでしょ。まあできないけども、それでも私は頑張ってやっていきますよ。ここで落ちたら面白いのにね。フラグになるんでやめてください。てか上に積んでないけど大丈夫か。あー、これは終わったな。え、なんか落ちてったんだけど。運が良かったんだな。運も実力のうちってか。死んだ時に備えて TNT を収めておこう。それはいい判断ですね。多分死ぬだろうからな。それはどうかな。字幕からフルにして変わるのか。すっごーい。いやお前に向けたとすぎだろ。まあそれはいつもと同じということで。それはいいことではないだろ。それはどうかな。同じセリフ使い回すのやめようよ。 TNT ジャンプするんですね。あなたがそう思うならそうなんでしょう。それ最初に聞いた。てかあれ誰だったんですか。プエルプロブスと一緒にやるわけではないんですね。いや TNT ジャンプしないのかよ。美味しいシーンは残しておくのが基本ですよ。なるほど、失敗するシーンですね。確かに取れ高はあるね。よっしゃ行くぞー。あ、やっぱ無理だわ。ボタンをタッチしてください。は？よっしゃ行くぞー。さあ果たして成功するのか。結果は CM の後で。 CM なんてないだろ。そうだそうだ、行くぞ。え？ちょっと待てー。ポンポンポン。いや、2つ置いとるやんけ。戻ってきたんだな。今度こそ決めてやる。さっきのはよくわかりませんでしたね。よくわかりませんでしたよ。よっしゃリベンジやで。行くぞー。これはひどい。結局 TNT が一つでも二つでも変わらなかったと。いや今のはたまたまだ。次こそは絶対成功させてみせるぞ。さあ本日3回目の TNT ジャンプ、成功回数はわずかにゼロ。いやなんだよわずかにゼロって。よしここは素早く2つ置いて。 What the fuck? What the fuck? What the fuck? いやもうそれさっき聞いたから。まあ気を取り直してやっていこうよ。そうだぜ、落ち込んでても何にもならないからな。まあ別に落ち込んでないけどね。ツンデレですか？いやこいつそういうやつじゃない。そういえばそうでしたね。What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck?
ブムに頼りすぎだろ。なんですかバブムって。いや BGM って打ったらバブムって発音されるんだよ。めたいな。ふっ、神は私を見捨てなかったか。たまたまだろ。そうだそうだ。じゃあたまたまだな。そうだそうだ。お前らそれしか言えないのかよ。まあその後水色の人にボコされて。エイマの攻撃の入り方何？リーチ長くね？私の攻撃当たってなかったよね？なんであんたの攻撃当たるの？なんで？いや今のおかしいよね？絶対おかしいよね？明らかにリーチ長かったよね？なんで？ねえなんで？なんでなんで？通報するよ。通報しちゃうよ。ねえねえなんで？あんたのリーチ長すぎるのなんで？明らかにおかしかったよあれ。なんでなんで？うざーい。お前を許せよ。大丈夫。いや全然大丈夫じゃないよ。大丈夫。さあ始まったぞ。無駄に壮大に始まったね。おいもう動画時間6分半だぞ。大丈夫。天才霊夢の3分ベッドボス紹介のコーナー。お前それ一人でやってて悲しくならないか。まあそれは置いといて早速やっていきましょう。まずは隣にブロックを繋いで、タイミングを見て飛び降りると同時に1キル。このようにブロックを置かれても力でねじ伏せましょう。そしてキルログが流れる頃にはもう敵のベッド付近。ここでベッドを破壊していく。ここでしっかりと余裕を持って半シフトの練習ができるといいでしょう。いやそれは違うだろ。ファイナルキル取りに行きましょうよ。ここであえて死ぬことでタイミングを調整する。いや絶対そんな気なかったろ今の。まあ今のはミスです。ここでしっかりと死骸を回収し、攻めてくるであろう敵に対応する。いやお前緑と戦う気ないだろ。なんで今ツルハシ買うんですか。まあなんとかなるでしょ。それ絶対フラグだろ。そしてここで敵との距離を詰める。もっと早く進めよ。これが最高速度だよ。ここで油断をしてはいけない。しっかりとブロックを置き、落下ダメージを軽減していく。そしてここで一発でファイナルキルを取るのがプロの技。え待って敵どこ？どこ行った？えちょっとどこ行った？まあこうやって上に隠れている場合は、敵と同じ高さまで行きまして。足首をくじきました！落ちてるけどな。これは偶然です。こういうめんどくさい敵でも、めげずに頑張りましょう。いやこいつ進みすぎだろ。ブロックなくなったんですけど、めげずに頑張りましょう。え、ちょ、こりゃ負けたな。は？お前今のチートじゃね？違う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 。今のはラグだ。いやこれに至ってはチート以外なんでもないだろ。選ばれたのは、あやたかでした。まあ何はともあれファイナルキルですよ。さっきの謝罪に何の誠意も感じられなかったんですけど。それは君の心が汚れている証拠だよ。お分かりいただけただろうか。いや100年だからそんなことやらずに先進めよ。マリちゃんそういうこと言うんじゃない。TNT を2つ置いたくせに、1つ分の爆発しかできていないではないか。いやーここで成功しましたよ TNT ジャンプ。さすがは天才美少女霊夢ちゃんといったところでしょうか。絶対たまたまだろ。絶対たまたまでしょ。絶対たまねぎでしょ。面白くないよ。お前が言うなよ。これ水色いけるんじゃね。無理だろ。無理だろ無理だろ無理だな。 I'll be back。失敗するだろうと思われていた TNT ジャンプを綺麗に決めていく天才美少女霊夢ちゃん。さっさと進めろやー。バンザーイ。よっしゃ決めてくでー。は？いやもうそれはいいから。そ、じゃあ普通に繋いでいくか。最初からそうしとけよ。そうれーな。多分もうすぐこの動画終わるんで、最後かっこいいとこ見せて終わりますよ。え、これで終わんの？マジかよ。